これは、いつも人に勝つじゃんけんを出すロボットです。チョキを出すと、ロボットはグーを出しました。このロボットには非常に高速に動く、アクチュエーターが使われています。また人の手を出したことはここにある、カメラで観察をし、コンピューターで画像認識をしてグー、チョキ、パーを判定しています。で、判定をした後に、ロボットはその後に勝てる手を出しています。ですから実際には遅出しをしているんですけども、ハンドは非常に高速に動くので、下から見ると自分にいつも勝つ手を出しているように見えます。この、ロボットハンドにはこちらの2種類のアクチュエーターが使われています。この小さい、アクチュエーターは指の中間のリンクに入っています。減速器は当社の精密減速器であるハーモニックドライブで、モーターはハイパワーな AC サーボモーターが使われています。これらの組み合わせで高速高精度な動きを実現していて、このロボットハンドが成り立っています。